イスズ 10TD1 型エンジンイスズ PK エンジンは、イスズ自動車が1973年から2006年まで生産していた大型トラックバス用オフ V 型8、気筒、V 型10気筒 V 型12気筒のディーゼルエンジンである。PA1 の数字は、気筒数を、A は、改良振動、1は、タイプを表す。なお、後継の TK エンジンについても当項目で解説する。 それまでの V170 型 330PSV8 の一種類から、そのコンポーネンツを共用し、クランクシャフトとシリンダーブロックの長さを増すことで、多品種化を図る手法で生産性を高め、延べ33年間生産され続けた長寿エンジンである。X12PC なら1万5 1 4 1 2イコール1万 8, 8 1 6 8 1 8 1 7 CC18 リットル。 8PD なら 16,6830.813,346cc13.3 リットルである。各モデルの馬力も同様に近似値を求めることができる。なお、この時代のナディーゼルは 1000cc あたり 20PS を目安に標準馬力超えると高出力仕様、下回れば燃費重視仕様であった。ありがとうございます。